あ、今日のテーマお盆なので、おはい。盆、旧盆なので。はい。では、よろしくお願いしまお願いします。す。いきます。サッチーの気まぐれラジオ。ごめんなさい、もう一回いきますね。もう一回、私も思った。ボタン押したはずなんだけどな、オンになってなかったっすね。テイクツテイー、クテイクツー。2。テイク2。珍しくテイクツーで。じゃあ、いきまーす。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、ミキサーのキャンでよす。ろしくお願いしよろしくおま願いす。します。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、2週間空いて結構台風やばかったっすね。やー、すごかったですね。びっくりした。あんなに強いかと。まさかの、あんなに強いかと。もううんざりするぐらいの台風ですね、今回そうでのすね。は。しかも戻ってきましたからね。まさかの U ターンですからね。はい。私、結局何日仕事休んだんだろう、みたいな。前回の収録の時は午後だったんですね、確か。午後だったっけ？なんか、午後が近づいてくるよ、どうのこうのみたいな話をして、台風の話、予想つかないんでやめときましょうみたいな感じだったのが、でしたね。まさか、もっと強いやつが本当に直撃すると。こんなに強いと本当に思わないし、はい。まさか停電するなんて思いもしないし、はい。何が何だかさっぱりわからんかったってもう勘感弁じでしすてね。よーってやつ勘です弁してね。よって感じですね。はい、では番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi @gmail.com です。アルファベット小文字で KIMAGURE ドット SACHI @gmail.com です。また、 YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントはどんどん拾っていきます。今までツイッターと言ってましたが、X に変わったので、はい。X で私も読まさせていただきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけて投稿してくださいね、ということで、ツイキャスの方が来てますので、紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんは。ビシッと来ております。こんばこんんは。ばんは。沖縄大好きさん、DM が来てて、台風の時に。はい。なんだろうと思ったら、ジェフ与那原店のところの方に、はい。コンビニがあるんですけど、はい。そこで見かけたと。声はかけられなかったんですけど、いなかったっていう、確認メールが。確認 DM が来てて、DM が。と思って、私、キョロキョロしてたはずだけどなと思って。で、旦那の陸海空と一緒に行ったんですけど、あっちも気づいてなかったみたいで。そう。だから、びっくりしたよ。DM 来た瞬間、はっと思って、もうびっくりしましたね。ナッティーナチコさんも来ております。サッチー、おつおつ、台風の片付けしながら聞いてますね、と来ております。お疲れ様お疲れです。様です。ということで、一曲いきたいと思います。お願いします。サザンオールスターズで、ぼんぎり恋歌です。どうぞ。
そう、何にもなかったんですよ、台風の時。びっくりしちゃった。もう台風太陽で眠たいです。でしょうね。でしょうね。普段出勤時間長いので。あなんか睡眠の感覚はまたちょっと狂ってるので、うんうんうん、この1週間で直さないとなって思ってるんですけど、あ、今日も寝れなくて。あら、大変。疲れてるからすぐ寝れるだろうと思って昨日すぐ寝たんですけど、うんうんうん、夜中急にお腹痛くなりまして、え、でトイレに入って、でまた戻ったら寝れなくなって、あら、ずっと YouTube で怖い話かけて眠ろうとしたら、ずっと夢の中で怖い話が夢に出てきてっていう感じでしたね今日。なるほど。私もずっと停電の時ラジオを、ポケットラジオあるんで、それ聞きながらキャス見たりとか、ツイッター見たりとか。ラジオは電池あんまりかからないですからね。なんかスマホと比べて長く使えるのがメリットですね。キャンキャンさん声しっかり聞いたらイケボで、イケボだねって。ありがとうございます。声作ったら一応いけはしますけどね。もう今もう先焼けタバコ焼けがやばくて喉ガラガラです。あらららら。ちょっと来週のテーマをもうすでに私は考えましたんで。なんかまた台風、もう今回の台風6号じゃなくて7号ができるんじゃないかっていう。でも7号は本土にそのまま向かいそうですね。ですね、関東の方に。8号ができるかが怖いですね。もう一個あるんですね、実は。マジか。まだ熱帯低気圧にもなってない低圧部っていうのがあるんですね。あれがフィリピンの沖にあるので、おー、ちょうど7号と6号の間ぐらいの真下に来てるので、わお、ちょっと怖いんですよね。わお、太平洋高気圧が今弱ってるから、それの流れでいったら6号を追っていくとは思うんですけど、はい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 、あの7号を追っていくと思うんですけど、うんうん、こっちが強くなってまた張り出してきたら、ちょうど沖縄のコースに当たるので、はいはいはい、勘弁してよ、勘弁してよだね、本当にやめてくれやめてくれだね、本当に。台風はもうイエス。イエス、私もイエス。ちょっと今週までは私、旦那の携帯なんで使いづらいんですよね。さっき、あの、レッツゴー中曽根さん、はいはいはい、あったんですよ。おあの、たまたま東西漁港に来てたんで、はい、いい子ーっつって。いいかーっつってから、レッツゴー中曽根さんめちゃくちゃお若いっすよね、見た目が、見た目がね、10個上なんてもう信じられない。旦那と同じ年っていう話を前したような記憶があるんだな、色水場で。そうなんですか、うん、え、カンナさんとかも同じ年ですか、ね、多分そうだはず。いや、間もなくですね。ちょっとこれも今日はあんまりメールが来てないんで。はい、かけます。はい。お聞きいただいたのはサザンオールスターズで、ぼんぎり恋歌でした。では、早速、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、お盆。旧盆です。というのも、オンエアの13日ぐらいから本土のお盆が始まるということで、はい、今回はこのテーマにいたしました。その前に、キャスの方がいっぱい来てますので、ちょっとと紹介したいと思うんですが、OK、はい、武蔵さん、
サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオ、収録生配信お疲れ様です。お疲れ様です。先週台風6号に振り回され、ガソリン売り切れなるし、スーパーではパン、水、インスタント食品、惣菜類が完売。断水や停電するし大変でした。キャンさん、深夜の防災情報お疲れ様でしたと来ております。ありがとうございます。ナッティーナチコさん、私、台風で4キロ減ったよ。いい、4キロ減る。なんか、台風太りするっていうのは聞いたことありますが、減ったんだ。僕ももしかしたら減ったかもしれないです。ええ。豚アレルギー持ってるんで。あ、そっかそっか。余計に食べるものなくて。あ、そうだ。減らされるというか、制限されちゃうので。制限されちゃうので。なるほど。食べ物が手に入らないように、そっから選別しないといけない。あ、そっかそっか。それもそれで大変ですよね。まあでも、まあ、いいダイエットだなと思ってやってましたけどね。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとお待ちを。耳元でナッティーって、つぶやいてほしいさと来ておりますよ。じゃあラジオでまた聞いてくださいね。いきますよ。ナッティー。ナッティーナッティー。はい。はい。武蔵さん、月曜日の収録珍しい感じしますね。そうなんですよ。今週というか、7日から月曜日にお引越し、収録がお引越しという形なので、そうなんです。珍しいというか、はい、今週からまた初の挑戦みたいな感じですね、私の。ヤンポーさん、僕は 2% で、社協に移動して充電しました。あ、そっか、ヤンポーさん、ヤンバルでしたね。うん、お疲れ様でした。大変だ。ナッティーナチコさん、リーク3歳なのに、あ、リーク3歳なのに、どういうこと？ナチコさんが、キャンさん最高、ナイスーと来ておりますよ。ありがとうございます。今週まで私、旦那の携帯を使っているので、ちょっとやりづらいというか、もうめっちゃ LINE が、旦那のところの LINE がすごいというね。で、収録は7日なんですけど、まあいいや、後で終わりの方で話そうかな。テーマから先に行きましょうかね。DM の方が来ておりますので、紹介したいと思います。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お盆、サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。お盆で思い出すのは嫌な思い出しかないです。僕が青年会長をしていた時ですけど、僕らの小さな、地域でウークイの時だけエイサーを踊るのですが、まさにハプニングがありました。3日前に購入したばかりの僕の、車がぶつけられました。あ、いえな。車を、グランドのフェンス横にみんなで止めて、ていたんですけど、僕の車に脇見運転の車がガシャンと大きな音を立てて、車の、運転席側に食い込むような状態になりました。いやー、痛い。運転席から車に乗ることができない状態でした。もちろん相手の共済で修理をしましたが、エイサーの準備中での出来事でショックが大きかったです。うーん、中古車でも僕にとっては、大切な車でした。モスグリーンでお気に入りの車があんな簡単に事故車になるとは。脇見運転はしないようにお願いしたいですね、と来ております。大変だ。僕の車も当てられたら泣いちゃう。うん、絶対泣く。私もショックで多分狂ってるはずよ。大変大変。皆さん、脇見運転はしないように
お願いします。お願いします。メールの方も来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お盆お疲れ様です。自分の家では自分が中学卒業するぐらいまではお盆は家族旅行に行くというのが毎年の決まりでした。出身地徳島から、母方の実家のある、これは何だったかな、茨城県へ行ったり、北陸地方や長野、山陰地方や九州など遠いところでは半日かけて車で福井県に行き、そこから車ごとフェリーに乗り丸1日半かけ北海道へ行き、そこから北海道を車で一周したこともありましたね。すごいですね。うん、両親も旅行好きというのもあり他の家庭にはない経験をしたなと思いますと来ております。まあすごいことしますね、ナルトラさん。いいですね。家族旅行で行くとは。うちは母子家庭なので、はい、家族で旅行みたいなことは本当に数えることしかほどしかなくて、はいはいはい、その中で県外に行ったらなんて1回しかないですからね。あ、私家族旅行で行くのは宮古島ぐらいですかね。小学校低学年の時におじさんがちょっと具合悪いってことで家族3人でお見舞いに行ったんですけど、その時ぐらいじゃないかな、家族旅行で行ったのって言ったら。僕たちからしたらいくら本島内でもホテルに泊まれば家族旅行でした。あナッティンナチコさんが、旧盆は…忙しいさ、仏壇あるからこっち作りでほとんど大変よと来ております。タミンさん、ハイサイと来ておりますね。ハイサイ。ナッティンナチコさんが、あいあい、ひーふーみーさん、お孫さん、今日、かっこ収録の日に生まれたんてね。娘の花さんもおめでとうございます。花の日にすごいできてますね。うん。ヤンポーさん、家族旅行の経験がありません。まあ、経験ある方もいれば、ない方もいれば。まあ、僕も家族旅行って無理やり呼んでる面がありますけどね。でもあれですよ、旅行っていう、まあ、本島にいてちょっとプチ旅行っていう感じじゃないですか。まあ本当そうですね。まあ、車で行って、まあ、ホテル泊まって、うん、2日間ちょっと食事したり遊びに行ったりレジャーするみたいな感じを、うん、まあ、軽く旅行と呼んでましたね。うん、まあ、それもまあ旅行だと思いますけどね。次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。キャンさん、台風特番お疲れ様でした。ありがとうございます。停電も あってあまり参加できずでしたが、後半は参加できました。ありがとうございましたと来ております。ありがとうございました。そんな僕のテーマ、お盆、旧盆、毎年楽しみにしているのが道ジュネです。コロナで見る機会がここのところなかったんですが、今年は見たいな。毎年 見に行っていたのがおばあの作るウチナー料理、昆布、揚げ豆腐、三枚肉など、どれも楽しみでした。あとは中身汁、それからお菓子、レモンケーキ。私もレモンケーキ大好き。そんな美味しいものに囲まれながら食べて一緒に過ごす時間は楽しみでしたよ。おばあが施設に入ってからはなかなか、なかなかですが、顔を出したり、
しっかりお供え物を備えて手を合わせていますよと来ております、うん、私もあれですね、あのまあ途中で言おうかなと思ったんですけど、お母さんが施設に入るまでというか、入退院を2回ほど繰り返してて、はい、タイミングがいいのか何なのか、うん、お盆の時に入院してっていうのが2度あったんですよ。おー。なので、1回は与那原と沖縄市を往復3日間。で、1回は沖縄市に住んでたので、はい、仕事をしながら実家に行ってお供え物をしてっていうのを繰り返してっていうのをやってましたね。いやー、お忙しいですね。まあ、一人っ子なんでね、誰もやってくれる人がいないんですよ。それはそれで大変なんですけどね。僕も長男なんです長男でもまあ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 いいんじゃないですかいいんじゃないですか。僕も長男なんですでもあれですか、妹さんとかいます？お姉さんとか。弟がいるんですけど、はい、弟はまあいろいろ事情があって別の仏壇を持つことになりました。あれ、だから妹は一応まあ、手伝ってって言ったら手伝ってはくれると思うんですけど、はいはいはい、というか、まあ、まあ母もいるので、まあ、他に比べて楽な方かもしれないですね。ああ、まあそうですね。ただ幼稚園の頃からずっと徹底して教えられました。父が僕はもう幼い頃に亡くなっているので、はいはいはい、お前はその代わりだと。なるほど。だからもう全部最初からもう打ち紙も何もかも幼稚園ぐらいからやってました。すごっ。おじいちゃんも寝たきりですからね。あらららら、大変大変でした。次のメールに行きたいと思います。お願いします。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。夕ご飯を作りながら聞いてます。今日は通常通りの営業に戻った感じですかと来ておりますね。まだまだ台風の爪痕が残ってますね。そして、お盆旧盆がっつり仕事です。こんな時が一番忙しいんですね。お盆旧盆の時って本当は旧盆の時一日だけ先祖のためにお休みしたいですよね。でもなかなか厳しいものです。ではでは最後まで放送頑張ってくださいねと来ております。うん、まあ仕事でね、さすがに休みが取れない方も結構いらっしゃるので大変だとは思うんですけど、まあ、それはそれなりに皆さん頑張ってるので、まあ、以前は親戚周りも僕やってたんでね、大変だったんですけど。私未だに親戚周りやってますよ。コロナが収まってから結局なくなったんですよ。はいはいはい、ああ。みんな送ることになってお中元とか。はいはいはい。だから実際に直接回るってことがだいぶなくなったので。あんまり僕が今休みを取る必要がないというか。ああ、それよりも事前に家を掃除しろっていう。なるほど、はい、私家の掃除もあればお中元を配りに行くのもあれば、まあ、なんせお父さん方が亡くなったお父さん方の親戚金なんで、金に行ったりとか、あと中部にもいるんで中部に行ったり、はい、もう北から南までいるっていう、だからいつ親戚回りしようって計画も立てないといけないっていう。うわー、めっちゃ大変じゃないですか。大変ですよ。だって年に数回しか親戚回りとかできないじゃないですか。はい、なのでもうまあいっかーみたいな、まあ、こういう時にしかご挨拶できないですからね。そう、そうなんですよ。だから一応親戚回りはできるだけやろうと、まあ、元気にしてますよって挨拶も兼ねて。そうそうそう、本当にやりたいですよね。その方がね、まだ親戚とかもちょっと安心はすると思うので、はい、いいかなと思うんですけどね。ただ加盟攻撃だけはいつも、あ、これ以上食べれないんで断るの大変です。私の旦那なん、あれなんでしょう、私とかお母さんが作る料理は食べるんですけど、他人が作る料理が食べれなくて。あ、結構そういう方いらっしゃいますよね。なので私の親戚とかの家に行っても、あ、もう大丈夫ですみたいな感じで断ってますね。僕は豚アレルギーになったので、はいはいはい、ポカリエスコだったんですけど、まあ20代の時めちゃくちゃ食欲あったにもかかわらず、うんうん、
全部食べて回ると、もう帰った時にはもうパンパンでした。やばいですよね。いやー、とんでもなかった。痩せてるので、はいはいはい、食べろ食べろがすごいんですよ。あで当時僕食欲めちゃくちゃあって、うんうん、お昼でマグロのマグロたたき丼の特盛りと、はい、牛丼のメガ盛りと、はい、サラダと味噌汁とかって食べるような人間だったんですけど、はい、それでもきつかったです。そりゃそうでしょ。そろそろお時間が来ましたので来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは台風。大なり小なりまた台風が来るので、はい、その備えなり今回の教訓なりを皆様にお聞きしようかなと思ってますよ。やっぱりゴミ出しとかですね、少しでも知ってほしいじゃないですか。確かに今回ちょっとあまりにも話題になったんですけど、はいはいはい、やっぱりちょっと移住者の方増えてわからない人が増えたのかなっていうのは感じるので、やっぱ発信していくのって大事だなと思いますよね。そうですね。はい、はい、ではあとどのぐらいありますか。あと40秒です。おう、ヤンポーさんがヌークイカムンドってヌークイカムンド何でも食べるんだ。まあ何でも食べるのいいんじゃないですか。タミさん9番毎年ウークイのやり方で揉めるよと来てますね。あ、やっぱり地域によって違うんですね。まあ変わりますからね。ではまあそろそろ時間ですか。はい、はい、ではまた来週。お相手はサッチーと、はい、ミキサーのキャンでした。じゃあねー、バイバーイ。ツイキャスの方に、なんだっけ、予告をしておきますが、この後のメンヘラジオさん、この後収録のメンヘラジオさんの方に私ゲスト出演しますので、よろぴくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕は、またミキサーに入らないといけない。意外と月曜日がつめつめっていう。あ引き継いでみたらつめつめだったっ。あららら、ら大変だ。いやでも今回やっぱり台風の時にゴミ出しのあれはちょっとびっくりしましたね。あ、うんうん、あれは分からない人多いんだなと思って。うんうんうん。私でも台風の時この市町村のラインがあると思うんですけど、あれに従ってれば大体それもわからないんですよ。え、そう。じゃあ来週あれだね、はい、完全にこれはお伝えしとかないといけないですね。はい、で行政で住所登録するときにもゴミ出しこんな感じですよって配られてるとは思うんですけど、それも書かれてるんで、うんうんうん、書かれてるのに読まないとか。ああ、それはあるあるあるだ。それはあるあるだ。結果的に知っとけよって言ったら、うんうんうん、絶対広まらないので、はいはいはい、こうやってやるんですよって広めていくことの方が大事なのかなって僕は思ってます。っていうのもやっぱりこういうのが減ることによって停電とかのリスクを大分されているので、あ、なんか那覇のがあれでしたね、なんかツイッター載ってましたね。はい、まあ、うちの向かいの村の向かいのアパートとかも出してたみたいで、母がこの時の人いるんだねって言ってました。なんか那覇のがツイッターでやってて、ラジオでもなんかそのやってて、なんか那覇のツイッターで見てたら出されてるのがいて超迷惑とかっていう話をしてたよっていうのも、でヤフーニュースとかにもなってて、うんうん、でコメントでいや行政に文句言ってもってやったんですけど、いや行政に文句言ってるっていうよりはクレーム入れてる人たちがどうにかしろって言ってるのは、だからどうにか伝える方法を考えてくださいってところですよね。ああですね。ただ配るだけとかホームページだけとかだとやっぱりあれなので、分からない人もいるのでね。インフルエンサーですよ、インフルエンサー。確かに行政の方からお願いしますって頼みに行って、うんうんうん、ハイサイさんだったり、うんうん、有名 YouTuber さんとか、うんうん、他のインフルエンサーの方とかに、うんうん、台風の時はこういう対策しましょうねっていうのを依頼していくっていうのも大事だと思う。ああですね。今の若い子たち絶対
テレビとか見ない。あ、うん、うん、それ言えてる。それ言えてる。私も見ない。